卓研合格パートナーのレトスノーノです弊社レトスは卓研試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております効率的な勉強の仕方とは理解学習です無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますのでチャンネル登録をしていただきこれ以外の動画もぜひご覧いただければと思いますはいこんにちはレトスノーノです8月26日の3問に入っていきます A が B に対して100万円の金銭債権を有し B が A に対して100万円の同詞の債権を有する場合について A の債権が時効によって消滅した場合 A は B に対して総裁をすることができない丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは罰ですねえ総裁することができる場合もあります なので、で誤りです。時効によって消滅した債権であっても時効の完成前に総裁適場であれば債権者を総裁することができるんですね、まあ、このあたりは基本時効なんですけれども丸暗記の方が多いですしっかり理解しておかないと本試験の応用問題で失点してしまいますのでしっかり理解しておきましょう で受講者様、個別指導の受講者さんはテキストの P74 ページご覧ください。このページに考え方が載ってますのでその考え方をちゃんと頭に入れていただければと思います。理解学習が合格への道です。しっかり理解しておきましょう。で問い2ですね。A が借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして 不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない。まるか罰かという問題です。これは、えー、罰ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的。 これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、まあ、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については個別指導でお伝えいたします。で、問い3ですねえ。相続により農地を取得する場合、 農地法3条1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定依存により農地を取得する場合も、え同項の許可を受ける必要はない。丸か罰かという問題です。え答えは、これツですね。前半部分は正しいんですけど、後半部分が誤りですえ。相続とか包括依存、相続人に対する特定依存、これによって農地を取得する場合っていうのは3条許可不要です。 一方で、今回の問題は、相続人以外のものへの特定依存なんですね。これは、例外ではなくて、原則通り参上許可が必要になってきます。この上記っていうのは、これ例外なんですね。一方で、相続人以外のものへの特定依存っていうのは、例外に該当しないため、原則通り参上許可が必要だということになります。で、このあたりも理解してほしい部分なんですね。なので、個別指導では細かく解説いたします。 しっかり理解学習を実践できれば実力上がりますので理解学習を実践していきましょうそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。